ヤシマヤスヒロは日本の実業家、元関西電力代表取締役副社長、元関西経済同友会常任幹事、在任中に全館注意義務違反により損害を与えたとして、関西電力から1億7000万円の損害賠償請求を受けた。1977年京都大学法学部卒業、関西電力入社、 2002年関西電力企画室企画部長2006年関西電力燃料室長2008年関西電力執行役員燃料室長2009年関西電力執行役員地域共生広報室長2011年関西電力常務取締役2013年関西電力取締役常務執行役員 2016年関西電力代表取締役副社長執行役員広報室担当立地室担当2017年関西電力上任監査役2016年6月禁電監査役2020年6月禁電監査役退任森妻平か介関西電力取締役会長の指示で役員報酬補填を秘密裏に進めるなどした 森山英治、ブラック解放同盟福井県連合園現書記長からの金銭受領問題が発覚した2019年には、日本関西役協会の大会で、企業不祥事防止に関するパネリストとして登壇し、思い切ってやってまいりましたなどと語った。2020年に、関西電力常任関西役を退任後、中村直人弁護士が委員長を務める関西電力コンプライアンス委員会から、 役員報酬補填での法令違反の可能性を指摘された後、全館注意義務違反があったとして、関西電力から1億7000万円の損害賠償を求められた。ありがとうございます。